今日のマチトピはゴルフ好きの原田信郎さん、檜山慎二郎さんがいらっしゃるということで、国内のゴルフアイアン発祥の地、市川町の話題なんですけども、信郎さんはかなりやっぱりクラブにもこだわり持たれてますよね。いや、こだわりというかね、どんどんこう年取ってくると、はい、ゴルフが下手なのはクラブのせいにしてしまうんですよね。だからゴルフショップとかよう行きますね、はい、でいろんなクラブ見て、変えようかな、これなんか当たりそうとか、ね、はい、これ飛びそうとかって、ついつい買ってしまいます、ね、やっぱり自分に合うクラブって選びたいですよね。選びたいんですけど、そんな方におすすめの場所をご紹介します。豊かな自然に囲まれ、心と体をリラックスできるリフレッシュパーク市川。こちらのカブとクワガタワクワク館には市川町の特産品が。早速中に入りましょう。おお、アイアンヘッド発祥地、はいはいはい、市川町ということで、奥には市川町産のアイアンがずらりと並んでおります。はい、去年7月にオープンした市川ゴルフスタジオ、これまで国内のアイアンクラブ発祥の地である市川町内には試し打ちをする場所がありませんでした。そこでこの施設を整備、スイングチェックもできます。オープンに関わった市川町地域振興課の金丸さん、金丸さんのアドバイスを受けながら橋本アナ、市川町さんのアイアンを試し打ちします。腕前やいかに。大丈夫かいな。おおおお、あ、今から、まあ、うん、おお、まっすぐ飛んでるやん。フェアウェイ、フェアウェイ、うん、フェアウェイ130、ちょっと右に行ったんで、もう少しまっすぐ行くように修正して、どうでしょうか。ほとんど同じ距離。 およそ30種類のアイアンの中から自分に合ったクラブを探し試し打ちをする橋本アナですが、5年ぶりのゴルフということもあって、あ、クラブはいいんですけどね、技術の問題です。金丸さんどうですか。どうですか。バッチリしてるんですよ。バッチリしてるんですか。弾道も一定になってるんです。ある程度一定っていうのもこれ分かるわけですもんね。だからちょっと右行ってるんで、はい、もしかしたらスタンスが悪いかな。ちょっとやっぱ変えることでちょっと左引いて、お、まっすぐ、まっすぐ行きましたね。おお、これいい違う、ほら、おお、完璧やね。これだけまっすぐ行くとか角度が見えるってことで修正すぐできるんですよね。そうですね。でこのアイアンが自分に合ってるかっていうのが、これ合ってますね。合ってますよ、これ欲しくなりますね。市川町アイアンの特徴ってのはどうですか。はい、一本一本手作りで軟鉄鍛造作りといいまして、鉄を叩いて作る、まあ、昔の刀鍛冶がしてるような感じですね。受注生産になりますんで、はい、その辺で簡単に買えるっていうことはないんで、はい、ふるさと納税の方も人気で、生産がちょっと追いつかなくてお待ちいただく場合もありますんで、はい、実際に市川町でこのゴルフをより盛り上げようっていう動きまた出てきてますか。数年前からちょっとゴルフ祭りっていうのを実施してたんですけど、コロナの関係でもうイベントをするのがちょっと難しくなってきたということで、小学校に出向いて地場産業のクラブを使ってもらったりとか、あと外にはこういうシミュレーションを持ち出してシダのネットを持って行って実際に売ってもらったりとか、一度は市川町のクラブを市川町の人は使ったことがあるようにしていきたいなと思っております。テレビをご覧の皆さんも市川町さんのゴルフクラブで目指せパーゴルフ。
はい、ということで檜山さん、橋本アナのスイング、ゴルフうまいですよね。いい感じですよね、打ってますよ。いい感じですか。フィニッシュもちゃんと決まってるし、ちょっと右に行ってましたけども、はい、あれはクラブで修正できますね。で、あの野村さん、よく一課長のイベントにも参加されたことがあるんですか。そうなんですよ、はい、もうアイアン発祥の地って聞いてね、どんな街って思って行ったんですけど、すごいですよ、むちゃくちゃ丁寧に作ってくれるところですよ。だからプロ好みでもあるし、アマチュアのことも考えて、優しいアイアンも作ってくれるし、だからいいですよ、ここ。ね、檜山さん、これね、子供の頃から小学校にも行ったりとかするそうなので、はいはい、いいですね、触れるっていうのはいいですよね、はい、もうやっぱりゴルフに興味を持つ、また運動することに興味を持つっていいですよね、で自分が住んでる、ね、町がそういうことをしてるっていうのを知っておくっていうのもいいことですもんね、はいはい、ですね、ぜひね、お二人もこのオーダーメイドの、あのいいアイアンを見つけに、はい、近所に、ね、行かれてみたり、見たい、住みたい、遊びたい、そうですね、はい、いいところでもありますんでね、皆さんもぜひお越しいただきたいと思います。